はい、皆さんこんにちは、滝です。今回の動画はコメント欄にもあった性感染症をテーマにお話をしていこうと思います。性感染症といえば梅毒やクラミジア、淋病や HIV などなどいろんな種類のものがあります。さすがに一つの動画には全ての病気を収めることができないので、今後性感染症シリーズとして病気ごとに分けて詳しく解説をしていきたいと思います。では今回の動画の内容は、性感染症って何ということと予防方法の2つをテーマにお話をしていきます。まず1つ目の性感染症って何ということについてなんですが、性感染症とは性行為で感染する病気のことを言います。皆さんはよく性病と言ったりするかもしれません。感染源は体液、例えば精液や膣分泌液、血液などの中に含まれています。性行為をすることで人の粘膜を介して感染をします。なので性行為以外の日常生活では通常は感染しないと言われています。また感染するものであり、自然的に自分で発症するということはないです。近年では性行為の低年齢化に伴って高校生の間でも感染が広がりつつあります。また社会の高齢化に伴い中高年の感染も多いというふうに言われています。とどの世代の方も油断はできないというような状況です。性感染症の恐ろしいところは、症状が軽くて気づかないことが多いことが挙げられます。自覚症状がない場合、知らず知らずのうちにパートナーに移してしまう可能性があって、感染がどんどん広がっていくことが大きな問題です。症状が出なければ何か問題はあるのかと思う方もいらっしゃるかと思うんですが、そんな恐ろしいことは思わないでください。放っておくと将来どうなるのかということですが、女性の場合、卵管という子宮に続く卵の通り道に炎症を起こし、子宮外妊娠の原因になったり、卵管性不妊の原因になります。そして男性の場合、男性不妊の原因にもなると言われています。また性感染症に罹患していると粘膜が炎症を起こしたり傷ついたりすることで HIV に感染しやすくなるという風な報告もあります。では次に性感染症を予防する方法についてお話をしていきたいと思います。予防方法については3つあります。まず1つ目はコンドームをつけること。コンドームは避妊だけでなく性感染症の予防にも有効です。具体的には挿入の時にはもちろんですが、口でする時やお尻を使う場合などもできればしてほしいです。コメントでもありましたが、口からうつる性感染症はあるのかということなんですが、これはあります。口から感染するものは淋病、クラミジア、梅毒などがあります。重要なのはコンドームを正しい方法で使用することです。正しい付け方については以前動画でも話しているので、良ければ参考にしてみてください。ただ残念ながらコンドームでは完全に予防はできない性感染症もあります。例えば梅毒やコンジローマなどは注意が必要になってきます。では予防方法2つ目、セックスの相手を限定する。これは不特定多数との行為は感染の可能性が高まります。そして誰から感染したのかということがわからないことも挙げられますし、自分だけが治ったとしても手が感染している状態であれば再び自分に移ります。自分が治ったからいいやという考えではまた相手から感染し、お互いにずっと感染させ合うような現象が起こります。このような相手と感染させ合うし合うことをピンポン感染というふうに言います。で、1回しか行為をしたことがないのに性感染症になったということも十分に考えられます。なぜなら自分は初めてその人としたとしても、相手はどうでしょうか。前の彼氏、彼女、そして前の前のと辿っていくと、何人と間接的に関わっているのかということなんです。あなたの目の前には一人の異性しかいないけど、相手の背景には過去のことも含め何人もの相手がいたのかということも考える必要があるんです。こうして考えるとちょっと怖くなってくるかもしれないですが、きちんと相手を選ぶということも必要になってくると思います。では予防方法3つ目、
相手のものを観察する、まじまじと見るのは不快に思われるかもしれません。なのでほどほどにさりげないタイミングで観察をすることです。暗くて相手のものが見えないという時は触った感触などで確かめます。性器の周りにブツブツしているものがあったりとか悪臭を感じる場合は要注意です。で、最後にはなりますが、このようなことを考えると性感染症が心配な方はパートナーが変わったタイミングや心当たりのある行為を行った後に性感染症の検査を受けるのがいいと思います。性感染症って響きが悪いし恥ずかしい、遊び人って思われそうとか、なかなか気持ちが進まないこともあるかと思います。でも全くそんな心配や思いを抱く必要はありません。検査をして病気にかかっていなければよかった、でもこれからも気をつけていこうという気持ちにもなれますし、もしかかっていたとしても前向きに治療すれば治ります。そして今後は気をつけていこうという自分の戒めにもなると思います。いやーちょっと不安だなとか、あの時大丈夫だったかなとか思いながらもそのままにしている方がリスキーです。相手に移してしまっては知らなかったでは済まされません。なので勇気を出して言ってください。私も過去に受けた経験がありますが、恥ずかしいとも思ってませんし遊び人でもありません。むしろ受けて安心、そして相手にも安心感を与えるというふうに捉えています。この発言を聞いて少しでも行ってみようかなって思ってくださる方がいれば嬉しいなと思います。はい、ということで今回の動画いかがだったでしょうか。性感染症って結構触れにくいお話かもしれませんが、だからこそ YouTube で発信していろんな人に話を聞いてもらえたらというふうに思います。とにかく自分でできる予防法を実践して自分もかからない、そして相手にもうつさないということを心がけていけたらいいなというふうに思います。今回の動画少しでもいいなと思ってくださった方、チャンネル登録高評価の方してくださると嬉しいです。ではまた次の動画で、バイビー。